皆さん、こんにちは。男子プロゴルフの総本山である日本ゴルフツアー機構が揺れています。青木功会長の路線をめぐり内紛が勃発したのです。反青木派の幹部は辞任したものの、落着には程遠いとされています。青木功さんの任期満了となる来年に向け、後任にある大物財界人の名前が取り沙汰されているそうなのです。2022年3月25日、一般社団法人日本ゴルフツアー機構は都内で第10回定時社員総会および臨時理事会を行い、 JGTO 会長に青木功さんが再任されていました。初就任の16年から数えて4期目の続投が決定していたのです。また同副会長にはジャパンゴルフツアー選手会会長の矢原秀人さんが初就任し、さらに新理事には同副会長に就任した中西直人さんと堀川の未来夢さんらが加わっていました。任期はいずれも2024年3月に開催される社員総会までとなっています。同年2月に手術に踏み切った右肩を支える装具はまだ取れない状態で、4期目に突入した JGTO 会長は代わりに左手で力強くガッツポーズを作って抱負を述べていました。80歳になってそろそろ引退かなと思っていましたが、もう一期という形になりました。老体に鞭打ってやっていきますと述べています。青木功さんの再任について、広報担当理事を続投する佐藤信人さんは、80歳になられて怪我もされて大変なんですけど、今まで頑張って種をまいてきたことがもう少しで実になりそうな感じがしている。もう一期お願いします。もう一期やって次の方にスムーズにつないでいきましょうということになりましたと説明を加えていました。当時の新理事には矢原秀人さんや中西直人さんら選手たちの強い希望で、株式会社 ABC マートの三木正弘さんや株式会社マイナビの中川信之さん、アース製薬株式会社の大塚達也さんらをお迎えしていました。いずれも各界に精通し、太いパイプを持つ方々のご意見も積極的に取り入れ、男子ゴルフの人気向上を目指していくことになったと当時説明していました。2021年の松山英樹さんのマスターズ制覇などを例に挙げ、これから若い人たちの世代になってもっと活性化していくのではないか、選手たちとコミュニケーションを取りながら自分たちの時代を作るようけしかけていきたい、そうすることによって JGTO の中も変わってスポンサーも増えてくるのではないかと4期目の展望を語っていた青木功さん、次の人たちにこれが青木がやってきたことだと思ってもらえるようなことを残していきたいと続投に意気込み、選手たちには自分たちがスポンサーを引きつけられるような存在になって時代を担っていく姿を見せてほしいと呼びかけていました。そんな中での任期途中の内紛でした。2023年3月22日、東京都内で開かれた日本ゴルフツアー機構の定時社員総会と臨時理事会。スポーツ紙などによると、総会後の取材に応じた青木功会長は、もう1年やりますのでよろしくお願いします、そう挨拶したといいます。青木功さんらは JGTO 副会長を務めていた三木正弘さんが2月末に任期半ばで辞任していたことを明かした上で、次のように述べています。みんな勘違いして喧嘩しているとかなっているけれど、そんなことありませんと説明したといいます。男子ゴルフの総本山で一体何が起きていたのでしょうか。まずは経緯を振り返ってみます。1999年に設立された JGTO は国内男子ツアーを統括する一般社団法人です。その JGTO の会長に青木功さんがついたのは2016年のことでした。男子ゴルフは人気低迷が長く続き、相次ぐスポンサーの撤退には歯止めがかからなかった状態でした。世界の青木の力で試合を増やし、 JGTO を開拓しよう、そんな機運が盛り上がり、選手会も中心となって担ぎ出したのが青木功さんだったのです。青木功さんの輝かしい実績は多く触れるまでもないでしょう。1980年代は尾崎正史さんや中島恒之さんと共に AON 時代を築き上げ、ゴルフ人気を牽引してきました。
海外ツアーで日本人として初めて優勝したほか、世界ゴルフ殿堂入りも果たしています。日本ツアーでも尾崎将司さんに次ぐ50勝以上を挙げています。そんな日本ゴルフ界のレジェンドともいえる青木功さんの名声はゴルフ界のみならず財界にも轟いていました。青木功さん擁立の背景には有力スポンサーのつなぎ止めにとどまらず新規獲得などに対する強い期待があったといえます。しかし青木路線は当初の目論見通りに進んでいるとは言い難いでしょう。それは男子ツアー数を見ると明らかです。2023年度の男子ツアー数は前年度から1試合減の26試合。日本の男子ツアーはかつて欧米のツアーを上回る世界一の賞金総額を誇っていましたが、試合数は1990年の44試合から減少の一途をたどり、足元では20数試合という低空飛行が続いているのです。就任当初2期限りで身を引くと公言していた青木功さん、しかしすでに会長職は4期目に突入しています。異例の長期政権が続く一方、青木路線での改革の成果をめぐり JGTO の内部で不満のマグマは溜まっていたのです。選手会主催の今大会は選手会長の矢原秀人さんが初優勝を目指した長野康政さんとのプレーオフを制してツアー通算18勝目を挙げていました。昨年は海外で行われたリブゴルフ3大会出場のため欠場し、選手会長不在はおかしいと猛烈なバッシングを浴びました。今年は若手の勢いに負けない猛チャージを見せて大会を盛り上げ、みそぎを果たしたとも言えるでしょう。一方で矢原秀人さんの勝利を面白くないと思っているのが日本ゴルフツアー機構の執行部だと言います。矢原秀人さんは青木会長をはじめ上層部は男子ツアーのために何もしていないという内部批判の急先鋒だからです。そんな対立関係がよく分かったのが表彰式でした。優勝賞金プラカードを渡すプレゼンテーターとして登場した青木功会長は一度も矢原秀人さんと目を合わすことなく顔が引きつっていたのです。さらに優勝カップを2人で持つフォトセッションでも青木功会長はニコリともしませんでした。青木功さんは会長ポジションを矢原秀人さんが狙っていると疑い、理事会でお前は会長になりたいのかと詰め寄り、僕は選手ですよ、そんな気持ちは毛頭ありませんよと言い争いになったことがあります。それからというもの2人は犬猿の仲です。最近矢原秀人さんに話を聞いた際、1999年にツアーが発足してから何も変わらず JGTO に主体性がないと危機感を抱いていたと述べています。ツアー改革のプランも考えており、球体以前の組織を変えなければいけないという思いが強いと語っていました。ピン位置の違いが欧米と日本の実力差に現れ、これはかつて PGA ツアーに挑戦した石川遼さんの言葉です。この4月に行われた DP ワールドツアーとの共催大会 ISPS ハンダ欧州日本どっちが勝つかトーナメントを通算5アンダー31位に終わった直後に飛び出しました。ちなみに勝ったエル・ハーバートとは10打も開きがあったのです。試合会場ではピン位置などセッティングはアウト9ホールを日本ゴルフツアー機構が担当し、インは DP ワールドツアーのスタッフが行いました。大会を振り返り、去年は2回同じこのコースでの大会が行われ、グリーンのどこに外しても寄せられると思っていた。ところが今回は勝負どころのインでは絶対に寄せられないというところが毎ホール必ずあった。グリーンも硬くて速い、こういうところが PGA ツアーや DP ワールドツアーらしくコースの良さを引き出しているなと思ったと石川遼さんは舌を巻いていました。ピン位置が違うだけで同じコースとは思えないほど難易度が高くなったと言いたかったようです。先に行われたメジャー全米オープンでもよくわかります。540ヤードを超えるパー4やバランカと呼ばれる荒れ地、無数にある深いバンカーやクリークがプレイヤーにプレッシャーを与えます。それだけでなく、グリーンの周囲まで生える硬くてヘッドに絡みつくバミューダ芝に、幅が狭く硬くてうねる速いグリーンと、まさにモンスターコースです。そしてピン位置はバンカーや
生い茂るラフの間近に切られています。いかがだったでしょうか。今回は青木功さんの会長としての成果を見てきました。天国と地獄が紙一重である。世界の超一流プロが悪戦苦闘するのも難しいピン位置だからこそだと言えます。ちなみに石川遼さんは4日間を通算14オーバー63位とプロではぶっちぎりの最下位でした。日本の環境では世界に通用する選手があまり育っていないのは明白でしょう。 JGTO 青木功会長の就任時スローガンは人を育むでした。選手を育てるのはあくまでコースなのです。今からでも遅くはないでしょう。レベルの高いコース選定と世界に通用するピンポジション設定に着手するのが JGTO にとっての喫緊の課題だと言えます。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価をお願いします。